こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。これね、あのウォークマン、ウォークマン DD っていうですね、あのウォークマンですね。これ DD っていうのはダイレクトドライブじゃなくて、なんだっけな、なんだっけなディスクドライブ、ディスクドライブの役なんですね。で、別名ですね、ウォークマンプロっていう言ってるんですよ、 DD シリーズってね。これ DD があって、その後 DD2 っていうのがあって、 DD3 っていうのもあるんですよね。そして D6、DD9、その辺につながってる、ウォークマンプロっていうシリーズの一つなんですけど、これがね、できたのがですね、これ修理やっとできるようになったんですけど、これは依頼品なんですね。もう修理終わったやつですね。この、ウォークマン DD、ウォークマンプロの1号機に当たるんですけど、これが出たのがですね、1982年なんですよ。1982年。ちなみにですね、ウォークマン、最初のウォークマンが出たのが1979年ですね。だから3年後ですね。ウォークマン、プロじゃなくて、初号機ちょっと持ってこなかったんですけど、初号機ね、紹介してますんでね、ウォークマンの移り変わりで、紹介してる動画を作ってありますんで、そちらの方も、検索してみいただければ分かるんですけど、このね、このくらい、一回り、二回りぐらい大きかったのかな。これがですね、3年の間にこんなちっちゃくなった。これね、今のウォークマンこれですからね。今のっていうか、一番新しい方のウォークマンこれですから。大きさ的には変わらないですよね。で、今ね、これも修理し終わった、比較的新しいウォークマンですけど、ほら。ウォークマンが出てですね、3年後にはですね、こんな、今とそう変わらないですね。今とっていうか、最終的な大きさと変わらない大きさにですね、なってしまってるんですね。これカセットテープなんでね、どうやってもですね、カセットテープよりも小さくはできないんでね。なので、その後、マイクロカセットとかね、そういうので小型化したりとかですね、MD とかですね、そういうのになっていくわけで、もうこの大きさの限界はですね、カセットテープの大きさでね。で、前にも修理して、動画にも上げてますけど、WM-21 かな、21ですよね。松田聖子さんが宣伝したやつ、あれがね、多分一番小さいんですよね。小ささからするとね、小さいです、もうカセットの大きさと同じなんですよね。小さすぎてですね、こう伸び縮みするようなね、機構がついてるやつだと思います。その辺はね、松田聖子のウォークマンで調べれば出てくるかな。僕の動画の中にも紹介してるんでね。で、これまたこの DD の方に戻りますけれども、脱線しました、DD、 これね、ウォークマン DD はですね、さっき言ったようにウォークマンプロのですね、ある意味プロ仕様っていうかね、一般仕様じゃなくてプロ仕様、要するに非常にこう高級としてのね、ウォークマンなんですけど、これの1号機に当たるんですけど、これがね、できたのはさっき言った1982年なんですけど、その時の値段がですね、2万8000円だったらしいですね。2万8000円で、そしてですね、これとほとんど同じ、黒もあるんでね、これは今ね、ちょっとシルバーだけ持ってしたんですけど、ちなみに DD もシルバーってなりますね。この、ほとんど同じですよね。このボタンの付き方なんかも同じですよ。ほとんどね、こう同じ。これがね、DD ではなくて、これは W-2 っていうですね、ウォークマンの2号機になったんですね。さっきも言ったように、初号機、1号機
1号機っていうんじゃないね、0号機になるのかな、1っていうのはありますよね。ウォークマン、これは WM-2 ですけど、 WM-1 っていうのもあるんですね。それも1981年出てるんですよ。これ同時に、これとね同時に出てます。まだIPhone、1号機はですね、まだ修理ちょっとできてないんですけどね。あと3っていうのもあります。123っていうのが、ウォークマンの123号機っていうのが、1981年に出てるんですね。その次の年に DD というプロフェッショナルが出てます。で、最初に出たウォークマンが、1971年ですね。だから2年でね、こう大きさがですね、2回りぐらい小さくなって、まあほとんど最終的な大きさになっちゃってるんですね。はい。で、じゃあこれね、こう2つね、ちなみにこれはいくらだっけな、これはこっちの方が高いんです。3万いくら。多分ね、こう時期の問題だと思うんですけれども、これはね一番ヒットしたんじゃないかな。ウォークマン、初号機、0号機のね、1979年に出たウォークマンもかなりですね、センセーショナルで、ヒットしたんですけれども、その後にヒットしたのはこれですね。多分ね、これが一番初期のモデルでは、ヒットっていうか数が出てるんじゃないかなと思います。なのでね、このね WM-2 はですね、なんとたくさんあります数えただけでいくつあるんだ、20台ぐらいあるんですよ。だけれども実を言うと直せなかったんですよ、直せないから積み重なってですね、安く買えるときに、買っといたんですね。今に直してやろうと思ってね、地道にですね買い足してったんですけど、やっとですねこの度にですね、これ直せるようになりました。まあ DD とね、2号機ってね、ほとんど中の機構も同じなんですけどもね、今度この DD 今、DD はね、この、プロフェッショナル DD、これはね僕がね3台持ってるんですよね。今ね3台ちょっとまとめてですね、直しそうと思ってるんでね、はい、それと同じ機構をついてて、同じところが壊れて直せなかったんですよ。その直す方法っていうのは、いきなりね分かっちゃいましたねいくつか方法があってですね、まあ値段のかかる方法っていうのがあって、まあこれにはですね実は値段のかかる方法を取ったんですよ。でそれを直してる時に、直し方見つけてですね、次の3台はですねそっちの方で直して確認したいと思います。一応ね、ちゃんと直ってると思いますんでね、そっちの方法ね、それもねどうして見つけたかっていうとですね、実はいろいろな要因があるんですよね。一つの要因がですねゴジラなんですよ。ゴジラなんでゴジラとウォークマンが関係してるのか僕もわからないでね、ゴジラあのおもちゃね、電動で動くゴジラ直したんですけど、実はその時に直す時にいろいろ考えたやり方がですね、このウォークマンの DD とか2号機の駆動ギアを直す方法につながっていたんですね。なのでこの DD を直した時に、あ、これ使えるなと思ってですねやったら案の定うまくいきました。なのでコストゼロ、コストゼロって言うとおかしいな、値段かけずにですね、ちょっと手間はかかるんですけど、大した手間じゃないんでね。それで、DD とですね、DD2 っていうのも同じ機構を使ってるんでね、 DD2 の場合ドルビーが、 DD にドルビー機能がついてる。それはね1台しかないんですよ。またねそれも直せるようになって、この大量にあるですね20-30台あるんだと思うんですよね。この2号機とですね R2 っていうね録音タイプのやつもあります。それもですね一挙に
直せるようになりました。なので、ここね直してオークションに出したいと思います。これはね2号機はねかなり数があるんですよ。あの僕も持ってますし、あの大量に出たんだと思います、ヒットしてね。なのでこう結構ね入手できるんですけどね、うん、DD とかはねちょっとさすがにねやっぱりないですね。だから DD2 が1台と、DD が3台僕持ってるんですけど、それは直して1台はですねちょっと直ったらぜひ譲ってくださいっていう、あの前にヤフオクでね買って、501を買っていただいた人からね、ぜひ DD、が直ったらですね買いたいっていう人がいたんで、まあ、その人と、まあ、交渉してですね、まあ、値段まだちょっと決めてないんですけど、やっぱこれはちょっとね4万ぐらいで売ろうと思ってるんですけど、まあお得意さんにはね結構ね値引きしてます。お得意さんはね僕にとっては非常に大事なんでね、一元さんじゃなくてやっぱお得意さんでこうウォークマンを愛してくれるというかですね、まあウォークマンが好きでですね、購入してくれる人にはなるべくですね割り引いて、提供したいと思ってますので、ね、この これはね3万ぐらいで、あの2号機はね3万ぐらいで、オークションに出していきたいと思います。でね、このじゃあ DD とですね2号機実際どう違うのかって、全然違います。全然違います。僕もねこれ直ってなかったんで、あの D6 とかですね DD9 なんかはまあ何台か直してるんでね、分かってたんですけど、ウォークマンプロと、まあ、普通のウォークマンの違いっていうのは分かってたんですけど、DD についてはさっき言ったように直せなかったんで分かんなかったんですね。今度直して、やっぱり確信しましたね。あの音揺れが全くないです。全くないです。音揺れないんですよ。なぜかっていうとこのサーボっていうかですね、あのまた今度ね詳しくですね、今直してるやつ途中のものをですね、直し途中の中の機構とかを今度説明しますけれども、要するにキャプスターでこうテープをこう動かすんですけど、こうテープ走行ですね、テープをこう動かすんですけど、そこの決め手になるのはキャプスターの動きなんですよね、こう回転数。それが負荷とかなんかによっても変わると思うんですけど、そういう、変動によってこう変スピードが変化すると音の揺れにつながるんですよ。ところがこれはですねキャプスタンそのものに、まあ今度詳しくやりますけど、キャプスタンそのものにセンサーがついてます。あの磁気センサーですね、コイルだと思うんですけどね、それでもって回転数を常にフィードバックかけてる。フィードバックっていうのは結果に対してこうもう一回ですねこう元の方に信号を返してやって、その差分ですね、違いを見て、出力を変えていくっていうですよね、そういう形でですね、フィードバック機構がついててですね、回転数の変動を速やかにですね、動作回転の制御に、変換というかですね、生かすというかですね、そういう方法でもってですね、回転数一定に保つようにしてます。なので非常にね回転ムラがほとんどないですね。僕もちょっと調べたんですけど、確認できないくらいですね。まあ CD 並みって言っちゃおかしいですけど、音の揺れはないですね。そうですね、 DC モーター使ってるんですけど、 DC にサーボ機構がついてて、サーボ機構っていうかですね、タコメーターみたいな役目してるんですね。回転速度を、調べてですね、それをフィードバックかけて、回転数を一定に保つ機構が乗ってるんで、音揺れは全くないですね。
はい、なので非常にいい機種ですね。このなその辺はねやっぱねこのプロとですねウォークマンプロと普通のウォークマンの違いだと思うんですよね。はい、そうですね、そんなところかな。あとはねメタルテープ対応ですね。まあ今あんまりメタルってないんでね、あんまり使わないと思うんですけど、あとはですねこの DD2 になるとですねまた今度 DD2 をもう治ると思いますんで、また今度ね治ったら、報告しますけれども、ここにですね、テープの、ノーマルとメタルの他にですねドルビーがついてますね。DD ではドルビー機能ついてないんですけど DD2 ではドルビー機能がついてですね、値段もちょっと高くなるかな。はい、なかなかやっぱねウォークマンプロいいですね。あの DDQ あの今あの1台直してそれもね今度やりますけどね、ちょっとねボロボロだった関係でねちょっと手こずってるんですけど、多分今のところね、致命的なところはですね直してるんで大丈夫だと思うんですけど、またそれもちょっと報告したいと思いますけど、やっぱねウォークマンは DD ですね。DD おすすめですね。今回さっき言ったように DD は3台、DD3 台、と DD2 が1台ありますね。あとは DD は D6 が僕1台持ってるんですけれども、ぐらいですね。やっぱ DD9 が一番いいんですけども、あのちなみにねあの今ねメルカリであの DD9 がですねジャンク品ですけど、3万5000円で、出てますね。もうちょっと安くなったら買うかもしれないんですけど、ちょっとねヒンジがね壊れてるっていうことで、こうヒンジ一回直したことあるんですけど結構手間なんでね。であの CNC ルーターが金属対応ができてですねちゃんと動くようになればかなり楽に作れるんだと思うんですけれども、ちょっとね今どうしようかなと思ってます。ちょっと高いもんだね。あとは、中をね開けたことがあるようなんで、そうするとあのね細かいところでね不具合が起きる可能性があるんで、あんまりね開けたものは僕はあんまり修理したくはないんですけど、例えばフレキシブのケーブルとかですねモーターとかがこう引きちぎられちゃったりとかですね、分解してる時には、ね、してる人は気がつかないんですけど、気がつかないこともあるんですけど、いざこうやってみると切れてたりとかですね、そういうちょっと思わぬ普通の故障の箇所は大体こう把握してるんですけど、分解されたものっていうのは通常の、故障箇所と違う部分がね故障してるんで、そういうこともあるんでね、ちょっとその辺がその3万5000円のやつの買うかどうかをちょっとね躊躇してるところではあるんですけどね、多分ね、90% ぐらいの確率で直せると思うんですけどね。 DD9 はね動くものが20万とかね30万とかするんでね、ねちょっとね、お金があればね買っちゃうんですけど、何分ねお金ないでやってるんでね、はい、なのでまあこの DD とかですねこの、W-2 ぐらいのねこれ結構ね人気があって、これ2の方はねちょっと前調べたんだけどちょっと忘れちゃったんですけど、確かね確かですね確かドラマのね中でね出てきて、それがね注目されてて、な復刻版じゃないですけどなんかねそんなやつがあったような気がしますね。なのでねちょっとねはいということで、またね DD の中とですね W-2 号機、この辺、修理できるようになりましたね。ちなみにね修理の仕方ですけど、ちょっとね今のところはね非公開でいこうかなと思ってます。また1年2年とかした
時とかですね、まあブログ、まあ今後ちょっとまた整備しなくちゃいけない、その中にはいろいろとねそういう修理の仕方なんかを入れたいと思うんですけど、やっとねこうできるようになったものなんでね、ちょっと最初のうちはちょっと非公開で、行きたいと思います。今にね、まあゴンベルトなんかもそうですけど、最初は入手先非公開でしたけど、今は別に買ってくださいということで、まあスロバキアの方から買ってますんでね、まあ検索すれば多分出てくると思うんですけれども、だからといってね、ゴムベルトあれば治ると思ったらお間違いなんですよね。最近ね、あの問い合わせで、ね、ゴムベルトだと思うんですけど治してもらえますっていうような問い合わせもあるんですけど、まず20年以上前のものでゴムベルトが取り替えたら動くっていうのはまあ超ラッキーですね。特にこの辺のね、これもうなんていうの、40年近く前ですからね、30年以上前だとまず無理ですね。接点だけでも無理ですね。接点の復活だけでも無理ですね。20年前ぐらいだと接点復活プラス、ゴムベルト、でまあ治るとしたら 80% ぐらい、 80% いかないかな、 70% ぐらい治ると思うんですけどね。ピンチローラーなんかもね、あの傷んじゃってることもありますし、いろいろとね、ギアが割れることも あるし、ともかくね、いろんな症状が出てますんで、まずゴムベルトだけ直して、取り替えれば治るっていうレベルではもうないでしょうね。1990年代後半ぐらいだったら、超ラッキーだったら、それでいけるかも。あとはね、この手のタイプね、この手のタイプは結構ね、接点と、ゴムベルトでいけます。これ3ボルト仕様のやつね、EX30 とか EX20 とかですね、EX10、その辺のもの、これはね、もう直してるやつなんですけど、これはなんだっけな、これは、FX202 ってタイプですね。このね、乾電池で、これね、乾電池で3ボルトで動く、モデル、これはねゴムベルトで言えば、1ミリのどこだっけな、どこだっけ戦国さんのゴムベルト、大体ねあのこの手のやつね、ほとんどね、内径55ミリのね、幅1ミリのねゴムベルトで治りますね、この手のタイプはね。それプラスまあ接点ですね、接点、かな、そのくらいで結構の確率で治りますけど、これはねちょっとね、あのフレキシブルケーブルが壊れてたんで、それを直しますけど、そういったいろんなところ直あの壊れてることがありますんでね、ちょっと脱線しましたけどね、今回のメインはこの DD ですね。ともかくね、音今出しませんけれども、ともかく音揺れがこうほとんどない、僕が聞いた限りでは全くないって言いたいぐらいなんですけど、そのくらい音の揺れはないです。非常に安定してますね。はい、ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ナオリンでした。失礼します。